キルラキルはトリガー制作による日本のテレビアニメ作品。2013年10月から2014年3月まで MBS、TBS、CBCBS、TBS、アニメイズム B に似て放送された。全25話。トリガーにとっては本作が初のテレビアニメ制作元受け作品となる。かつてガイナックスで天元突破グレンラガンを制作した主要スタッフが トリガーとして独立した後、企画から立ち上げた初のテレビアニメシリーズ作品。キャストには同作品に出演していたメンバーも多く含まれている。キャッチコピーは、切るか、切られるか。基本的にはすさんだ世界を舞台とした学園バトル、ものであるが、セルガ製作の前世紀風の作画や背景などを多用し、北た人間に人知を超えた力を与える制服や自我を、 持った制服が登場するというファンタジー要素も盛り込まれている。随所で 3DCG を用いて背景などをダイナミックに動かすような現代の先端の技術を使用している一方で、紙に絵の具で手書きという背景美術を主に用い、セルが制作時代の作品のような画風で描くなどのレトロ要素も盛り込まれている。キャラクターデザイン。 創作画監督を担当するアニメーターのスシオは、あまり枚数を使わずに、リミテッドアニメを意識した手法で、キャラのたたずまいとか芝居をちゃんと描きたい、昔のアニメーターさんの芝居の作り方をなんとか、表現しようとしたという。映像中の文字のほとんどは、赤か白の巨大な太字フォントを特徴とする。監督の今石博之は、技や人名など言葉遊びの要素の強いシナリオの、 ために、重要な部分はテロップで読ませる必要があったこと、作品全体を通して、アイコンになる表現として、画面を埋め尽くすほど押し出しの強い文字を必要とした、ことからこの書体を選んだという。画面サイズについては、現在のシーンについては16、9サイズなのに対し、回想シーンについては4、3サイズのアナログ放送時代の画面構成になっている。なお、 作中に登場するコンピュータなどで使われるモニター画面はドットマトリックス式のモノクロ液晶になっている。アニプレックスのプロデューサー、鳥羽陽天が劇場版天元突破グレンラガン、西岩編の仕上げの際から今石博之と中島和樹でもう一度アニメの仕事がしたいと言い続けたのが企画の発端であった。今石と中島の二人は別の仕事をしていたまも 定期的にミーティングを重ねていたという。しかし、グレンラガンを超える作品を考えるための企画が、行き詰まり、一度リセットして、スタッフみんなが楽しめて、すぐに作れるものを考えようと再検討した際、男組の女子高生版、主人公は女子ウサソリの家メイコのような感じ、セーラー服が武器になって戦うなどのアイデアが出され、学生を主人公とした、 高層劇のテイストと1980年代の週刊少年ジャンプ黄金期のバトル漫画の手法を取り入れた女子高生二人の構想を中心とする異能力バトルものという大まかなラインが決まった。中島は今井師らに資料として男一匹ガキ大将、大ボラ一代、男組、男大空、野望の王国、俺が大将など1970年代の 学園構想漫画作品を大量に読ませたが、これらの漫画作品とは違い主人公を女子高生にした理由については、今主人公を男にしてこういう学園構想ものを再現しても感情移入ができず、リアリティが持てない、むしろ、家事名コのようなヒロインの美しさと強さを描きたかった、と述べている。また、 セーラー服が武器となる理由を考える中で、服と人間の関係や服とは何かということもテーマとして詰めていったという。もっともその後、中島には仮面ライダーフォーゼの今井氏にはブラック、ロックシューターの仕事が入ったため、プロジェクトは一旦中断した。この中断や別の仕事をしたことが、互いが改めてやりたいことを見直し、企画を練り直すきっかけになった。 この過程で途中まで書き上がっていた一話完結型のバトルものとして構成されていた脚本は書き直され、レギュラーキャラクターのドラマを深めていく方向に書き改められた。最終回は前回の予告時点ではまだ未完成だったために番組内容は一切流さず、その代わりに予告ナレーションを兼任していた先決役の関俊彦が視聴者を代弁して、 スタッフ一同を励ますという内容となった。放送当日朝にようやく完成した放送用素材はスタッフの手で東海道新幹線に乗って MBS の大阪本社へ納品され無事放送された。本作以前の制作作品リトルウィッチアカデミアの制作当時からトリガーの公式サイトでは 断片的に本作の制作が示唆されており、2013年5月10日には、本作品の公式サイトが立ち上げられると同時に、アニメ雑誌への正式な制作発表が行われた。同年8月14日には、放送枠がアニメイズムであることや、放送開始が同年10月からであることが発表され、MBS での放送開始日の10月3日には、朝日新聞の関西版に、 TBS での放送開始日の10月4日には、同新聞の関東版にそれぞれ全面広告が掲載された。2018年6月17日には、初のゲーム化が発表された。キルラキルザゲーム犬ののタイトルで2019年発売予定とされ、開発は A プラス、販売は Arc システムワークスが担当する。父の仇を探す、女子高生のまとい粒子は、 父の殺害現場に残されていた巨大な、カタラチバサミの謎を追って、本能アザ学園へ転校した。だが、学園は人間に陣地を超えた力を与える、制服、極制服を操る、生徒会によって、武力と恐怖で、支配されていた。一つ星から最上級の三つ星までの極制服を、生徒たちに与え学園を支配する、生徒会長の気流院さつきが、 チバサミの秘密を知っていると確信した。粒子は彼女に挑むが、二つ母子極制服を着用した、ボクシング部部長の前になす術なく破れてしまう。配送した、粒子が消失した、自宅跡へ戻り無力さに打ちひしがれていると、突如床板が開いて地下へ落下する。そこには、謎の黒いシャベル、セーラー服、鮮血がおり、粒子の血を吸ったことで覚醒した。それは、 彼女に自分を着用してもっと血をよこすように迫ってきた。一方、学園では粒子を炙り出すべく粒子と親しくなった女子生徒の満貫職魔子の処刑が行われようとしていた。そこへ乱入した粒子はボクシング部部長に先決の力で逆襲を果たし勝利するが力を使い果たして倒れてしまう。やがて満貫職魔子の父親で 闇医者の満館職バラグラの治療を受けた竜子は極性服をもらえない最下級の無星の生徒たちが住むスラムにあるマコの家に居候して学園に通うようになった竜子とマコの前には生徒会の配下の女子テニス部,部長が立ちはだかる先決の力を引き出せず一度は敗れた竜子に謎めいた担任の三木杉愛ロウが味方し先決を 効果的に起動させるグローブ、赤思考を与える。かつて粒子の父の的一心博士を知っていた三木杉は気流院家の支配をよく思っておらず、粒子の父が極性服や死に、鮮血の開発に当たっていたことや、これらの服は生命線ただしという生きた繊維でできているという秘密を粒子に明らかにしてゆく。真意、鮮血を粒子が持っていることを知ったさつきは、 自らの家に封印されていた、もう一つの死に、純血を持ち出すと、純血の力をねじ伏せて、着こなすことに成功し、粒子との直接対決に挑む。終始圧倒され、敗北寸前の粒子は、マコの与えたヒントを手がかりに真意を着こなす本質に、思い至り、ついに、一コも一体の本来の戦闘形態を引き出して、互角の勝負に持ち込む。父のを探して、 サツキの野望も打ち砕くことを宣言した竜氏に、サツキは次の直接対決までに、校内の全クラブが竜氏を襲うことを宣告し、直接対決に勝てば、すべてを話してやると約束する。竜氏が無茶苦茶な学校行事に振り回されたり次々に襲い来るクラブと戦っていく中、三木杉の知人で共に、反征服ゲリラ、ヌーディスト B 一チに属する木。 長瀬紬も学園に接近していた。紬は、真意、先決の所有者である竜子からそれを取り上げようと挑み、彼女を、ほぼ敗北へ追い詰める。生命線、ただしの危険を解き、いずれ竜子も真意に飲み込まれると警告する紬に、対し、竜子と先決は、心の絆を深めてゆく。竜子と先決の出現をきっかけに、 さつきが何らかの思惑で二つ母子局征服の大量生産と部長の乱造に着手する中、生徒会四天皇の一人で強い相手を求めるさなげ山マが粒子との決戦に挑む。自身の能力、天眼痛に頼るさなげさんは、粒子に乾杯して、三つ母子局征服の剣の層を破壊された上に、さつきから見放されるが、まぶたを塗って目を塞ぎ、天眼痛を封印した。 さなげさんの覚悟を見たさつきは再戦を認める。劉氏は覚醒した。さなげさんの前に、木長瀬との戦いに次ぐ敗北を起死し、自らも先決の力に頼っていたことを悔やむ。さなげ山との決戦後から妙に細分化されたクラブと戦ううちに、生徒会によるクラブの乱造を知った劉氏は、自分も、マコと共に、喧嘩部を立ち上げて、さつきに承認される。しかし、 これは、先決打倒と力のないクラブの一層を図る、サツキの計略だった。粒子が次々にクラブを打倒するとともに、部長のマコは最下層の無星から一つ星に、さらに二つ星に昇格するが、スラム暮らしから贅沢な暮らしになれることで、マコの目標は、階層上昇に変わってしまい、学園のシステムに取り込まれる。ついに四天皇との喧嘩が始まるという時に、 竜子はマコへ退部届を出すが、サツキはマコに二つ星極制服を渡し、竜子を倒せば三つ星へ昇格させるとそそのかす。こうして始まったマコと竜子の戦いを、サツキはあざけ笑うが、竜子は戦闘形態を解いて殴られるままとなり、マコも本気を出して戦わなかった。結局、マコは欲望に勝って竜子との戦いを収め、喧嘩部を解散する。こうして、 劉死により多くのクラブが打倒されたところで、サツキは、学園の秩序を再編成するため、各自が自分の力で地位をつかみ取る、皆無後総選挙の開始を宣言する。一つ星から三つ星までの生徒が互いに争う、無秩序な七日間が始まる。決戦闘兵の日に皇帝に現れた生徒の中、闘兵場へ進めたのは四天皇と劉死の五人だけだった。四天皇を倒せば、 父のあだを教えると宣言した佐月が見下ろす中、東主張上決戦の最初の相手として、引群いらちが粒子の前に立ちふさがる。東主張上決戦の開始を待つ、本能町の熱狂の中、三木杉は四天皇との決戦中止を粒子に促すが、粒子は意に返さない。初戦で無敵の防御を誇る、引群の三つ星局征服の今しめの相、 シーマシメの層の二段変態に苦戦するが、先決の神経体、先決先人で内部からイマシメの層を破壊し、引き軍に勝利する。イヌムタ,タカラヒ人の第二戦では、極制服のタンの層により、高額明細で姿をくらませながら攻撃を行う彼に対し、粒子が先決の目の部分を巨大化させて、東平城全体に叩きつけて、犬、 無他の攻撃を封じると、彼は収集した粒子のデータを失うことを嫌い、危険する。弱ズレの音と,との第三戦では、極制服の層の層、グラーベの巨大さと飛行形態、層の層、プレストの火力で、東平城を破壊していく弱ズレに対し、粒子は、鮮血の飛行形態、鮮血疾風を繰り出す。一方、潜血のあまりの進化の急速さを危惧する、 三木杉は万が一に備えての救援を木流瀬に要請する。龍氏は制空権を握り、弱崩れとの空中戦で勝利する。しかし、弱崩れは層の層、ダカーポとして復活。そこで龍氏は起点による先決部表紙でついに弱崩れを倒して四天皇三人に勝利する。だが、砂投山との戦闘開始直前、謎の少女、ハリメヌイが乱入する。 邪魔されて激怒した、さなげさんはハリメへ襲いかかるが、彼女は、剣の層の攻撃を、難なく受け止め、極性服のようとなる糸、傷ない糸を一瞬で切り、極性服を失った、さなげさんを場外へ落とす。四天皇が、データ外の人物の登場に困惑する中、木長瀬らは、ハリメが、キ流委員ン財閥のアパレル企業、リバックスコーポレーションから来た。 グランクチュリエであることを知る。紫色の肩立ちバサミを彼女に見せて自分が一心を殺害したと言い切る張り目に父のあだの正体を知ったウ氏は激しい憎悪を向ける。彼女は半年前にマトイ邸の地下研究所で研究成果を奪おうとした時のことを楽しげに語る。ウ氏の父が構えた断ち切りバサミを奪って突き刺し、その半分を持って逃げたという経緯を聞かされ、 粒子は激怒する。ついに彼女の怒りに釣られて、先決は暴走して、粒子を飲み込み、怪物と化して出血も気にせず破壊の限りを尽くす。マコは、粒子を失血死させまいと、一家と共に、粒子のところへ向かう。三木杉は秋流せと共に、新一人圧用の特殊光着弾で、先決を狙うが、着用者の生命を保証しない弾丸であるために、撃てない。 サツキも、人頃も圧倒で、粒子にとどめを刺そうとするが、マコが二人の間に割って入り、涙ながらに、粒子を何度も殴って正気に戻したことで、暴走は止まった。そしてサツキは、張り目に、学園への立ち入りを禁ずる。数日後、体調が戻りつつある龍子は、極政服の戦闘データ収集のために、自分の戦いをサツキに利用されたことを知り、怒りに燃える。 サツキは極性服を実践投入する時が来たと判断し、未だ支配に服しない関西制服のために、サント制圧重ね学旅行への出発を宣言する。重ね学旅行の準備が着々と行われる中、リバックス社の CEO で、サツキの母でもある、キリュウイン・ラ・アキララが、日本中の学生へ極性服を支給する陰謀が進むが、粒氏は、先日の自分への不信感から、 先決に袖を通そうともせず、満館職屋で布団にこもっていた。まもなく、非認化の校内新聞を配る元新聞部員の、なぎでん慎次郎から戦うよう勧誘を受けた、竜氏が彼を追い返した翌日、なぎでんの非認化新聞配布を手伝ったマコは、引き軍に捕まり、罰として重な学旅行の平坦要因へ連行される、ことになる。なぎでんも、風紀部員たちに制裁を受けるが、 粒子は見過ごせずに、鮮血を着て、なぎでんを助けようとする。しかし、なぎでんは、実はハリメの変装であり、すべては、粒子を誘い出す罠だった。粒子は暴走への恐怖から本気を出せず、ハリメに、鮮血を破壊されてしまう。気絶した、粒子へ止めを刺そうとしたハリメを、ま一発で止めたさつきは、粒子に、 鮮血のスカーフ部分を握らせると、バラバラになった鮮血の他の破片を持ち去り、重ね学旅行へ行く生徒から適任者を選び、真意の戦闘データを集めさせようと画策する。夜明け前、重ね学旅団は関西へ出撃した。三木杉の部屋で目を覚ました氏。粒子は現在の鮮血が意識を保っている者の,の力を与えられなくなっていることや、 先決の破片が重ね学旅団へ配られたことを知り、先決のスカーフを首に巻いて重ね学旅団をバイクで追う。三木杉も教師の身分を捨てて戦いの開始を決意する。重ね学旅団は三手に分かれ、引き軍と風紀部員は神戸の神神戸高校と、弱崩れと文化部員は京都の安倍鴨学園と、佐投山と体育部員は、 大阪の南馬金満高校とそれぞれ対峙し、犬無駄は後方から各高校の通信を拡乱する。京都と神戸では、先決の破片によって、極制服を強化された重ね学旅団が、各部の特殊武装を持って相手校を制圧するが、乱入した粒子に、先決の破片を一気に回収されていった。一方、南馬金満高校に苦戦する、さなげさんのもとへ、 さつきが救援に向かう。食欲に目がくらみ持ち場を放棄して食べ歩いていたマコは、さなげ山配下の重ね学旅団をも全滅させた粒子と合流し、彼女が鮮血を取り戻す欲に目がくらんでいるために以前より強くなっていることを指摘する。鮮血の破片の大半を回収した粒子は残るパーツである赤子光を持つさつきの元へ向かう。見木すぎと、 木長瀬は炎上する大阪へ到着し、道頓堀の地下にあるヌーディストビーチの本部基地で戦闘準備に入る。南馬金万高校では鬼流院財閥と日本を二分する財閥の御蔵師である宝田金尾の下、笠重ね学旅団への激しい抵抗が行われていたが、さつきの威圧に恐怖を覚えた市民は逃亡する。宝田は大本能技学園機動兵器。 道頓堀ロボで対抗するが、新たな三つ星曲制服を得た、さなげ山に敗北する。乱入した、竜子は、さつきから、赤子孔を奪おうとするが、純血を、戦闘形態にした彼女に圧倒される。さつきは、極制服の、改めの層に変身した四天皇と共に、竜子と宝太の救出を目指すヌーディストビーチと、激突する。その隙に、竜子は、 先決に友達である胸を告げて微笑むと、不完全な、先決で一頃も一体への変身を強行し、奇襲でサツキから赤手甲を奪取して、先決を復活させて彼女との戦闘を続行し、死闘の果てに互いの喉元を狙い合う。兵を引かせろという粒子の提案を、サツキは受け入れるが、それは、重ね学旅行の最終目的がヌーディストビーチの壊滅であり、 ジャクズレが戦闘の隙にヌーディストビーチの本部基地を破壊したからであった。ヘリコプターで去っていく、サツキの下、焦土と化した大阪できす杉は、粒子にすべてを語ると話し出す。サツキは、純血を戦闘形態にした時間が長すぎたための激しい疲労の中、出事の揃い三蔵とそのおいである裁縫部部長のイオリー島に、手当てされながら、気流院邸へ到着する。 大浴場で、ラーキラから疲労を癒すための見そぎを受けたサツキは、重ね学旅行での戦いぶりを評価され、データクオークの伊藤宮殿にある、子を生命線ただしを見ることを許される。人類は、宇宙から落ちてきた、この生命体に寄生され放仕する存在であること、服となり、地表を覆うようになった、生命線ただしを、カバーズといい気流院家は、 その代弁者だということを語った、ラ・ーキラは、サツキに、キリュウインケと生命線、ただしの勝利宣言となるイベント、大文化体育祭を、本能アザ学園で開催するようにと命令する。一方、リュウシとミキスギラ一行は、ヌーディストビーチ基地の奥にある、地下ビーチへ向かい、生命線、ただしの秘密が語られる。ルイジンザルは、神経電流を主食とする生命線ただしに、 生命線ただしは直接体内に入ると宿主を殺してしまうために皮膚で繁殖し人類の場合は服となって体を覆った生命線ただしは服を着る習慣だけを人類に残して長い眠りについていたが20年ほど前に気流陰気により復活させられた ウ流院家はリバックス社を通じて微量の生命線、ただしの入った服を世界中へ売ったが、マトイ博士はその企みに恐怖を感じてウ流院家を脱走し、資材を投じてヌーディストビーチを築いた。先決は生命線ただしに対する抵抗力が特に強い勇士に着せるためにマトイ博士が作った戦闘服であり、 半年前に博士が竜子を屋敷へ呼んだ理由はこれを渡すことだったが、その寸前に張り目に殺されたのだという。竜子は自分や鮮血を武器としてしか見ない彼らに怒り、鮮血を流ぐが、まこと鮮血の説得で再び袖を通す。夜の廃墟で竜子は三木杉から木、長瀬の姉がヌーディストビーチによる生命線、技術研中に服へ飲み込まれて落命したことや、 それを乗り越えて、マトイ博士は、粒子を守るために、彼女の DNA を組み込んだ、先決を完成させたことを明かされる。一方、本能技学園では大文化体育祭の会場となる、ラ・ーキラスタジアムの準備が進み、本能町では住民らへの礼服配布と式典への強制出席の命令が下されていた。サツキと四天皇らは、ラ・ーキラ理事長を迎えるために水杯月を交わす。 ミキスギラは、本能ア学園の目標は制圧した全国の学生へ、生命線正しいの制服を着せること、大文化体育祭は、本能町に集めた人間を、生命線正しに飲み込ませ、カバーズの完全覚醒を図る目的であろうと、説明する。それに憤った、竜士は、一行とともに、大阪から、本能町を目指す。翌日、大文化体育祭の開会式で、 ラ・ーキラは演説と共に、三席者の礼服の生命線、ただしを起動させる。会場へ突入した、粒子が見たのは、満貫職マタロウを除く三席者全員が生命線、ただしの眉に包まれた、静寂の光景だった。その時ラ・ーキラを、サツキが背後から突き刺すと、本能アザ学園が、ラ・ーキラと生命線ただしへ反旗を翻すことや、 自分はそのために学園を作ったことを宣言する。サツキは5歳の時、父、キルーイン・ソウイチローから生命線、ただしの真相を教えられて以来、母に従うふりをしながら、反撃を準備していた。ソウイチローは優秀な科学者であったが、生後感もないサツキの妹を、ラーキラーが生命線ただしとの融合実験に用いて、死なせたことをきっかけに、ラーキラと敵対したのだった。 サツキとヨン天皇はリバックス社の服を捨てることを唱えながら生命線ただしから生徒や住民を解放していく。肉体を生命線ただしと融合させているラーキラは急速に傷を回復させ生命線ただしによる精神狩り脱いで生徒たちの脳を縛り自分の手先に変える。サツキとヨン天皇が生徒たちやハリメと戦う中、 ラーキラに脳を縛られてサツキへを襲いかかった竜氏は自力で頭から生命線ただしを引きずり出すと先決との完全な一頃も一体を達成して張り目を追い詰めるがサツキはラーキラに圧倒されて刀を折られ純血を奪われる気流陰堤から飛び立った紳士服型カバーズの大群が上空を占める中純血を着たラーキラは 粒子の体から心臓をもぎ取ると、生命線正しでできた、それを手に、粒子こそが生命線正しとの融合実験で死んだ、はずの自分の娘だったことを明かす。パニックになった、粒子が、ラ・ーキラと張り目に翻弄される一方、上空のカバーズは糸を垂らして、スタジアムの人々を無差別に釣り上げて飲み込み始め、マコまでが服に飲まれて、行方不明になる。サツキは、 最後の気力で自爆ボタンを押し、会場を爆破した。1ヶ月後、四天皇はヌーディストビーチの一員となり、各地で学生らを助けていた。本能町でマコを探していたマタロウは、弱ズレに救出され、北関東で戦っていた番長連合やサナゲさんは、引き軍に救出され、大阪のヌーディストビーチ基地へ送られた。カバーズは、 さつき廃の学園を全滅させた上、リバックス社の服が国民の脳神経を操り、カバーズによる征服活動を意識外に追いやっていた。粒子は先決に助けられ、基地の医務室で満館職夫妻に手当てされていたが、昏睡したままであった。本能アザ学園の廃墟でラ・ーキラに監禁されていたさつは、石棺されながら、 総一郎が死んだふりをして一心へ姿を変えていたことを知らされる。ラーキラが張り目に、サツキや粒子を飲み込ませるための新たな真意の法制を行わせていた頃、ヌーディストビーチ基地では迫るカバーズに対して、ミキスギ、コーナガセ、ヒキグン、サナゲさん、ジャクズレの最強の5人が出撃し、ヒキグンは、ヨーリと犬ムタが開発した救急救命キューイングで、 カバーズからまず、マコを救い出す。粒子をおびき寄せるべく、カバーズが快音を発し始めると、彼女は覚醒して、カバーズの群れを一掃するが、目覚めを喜ぶ、先決に対し、自暴自棄になった、粒子は、先決を拒絶する。自分が生命線ただしと一体化している事実に、傷ついた、粒子には、もはや、マコの説得も届かない。ラーキラやハリメの巨像に、 本能アザ学園での決闘を挑発された竜士はバイクで本能町へ向かう。基地に残された面々は犬無が本能アザ学園をハッキングしていた映像から囚われたサツキが足指の爪につけた歯を研いで反逆を企てていることを知り、サツキの救出に動く。三木杉も応じ、ヌーディストビーチの切り札である空母、裸の太陽丸を地下から発信させた。一動画、 学園沖合に到着して攻撃を始めた頃、竜子も学園に乗り込みカバーズを一掃するが、張り目が自分も竜子同様に生命線ただしと融合した人間だと話して竜子を動揺させる。ラーキラは竜子を捕らえて純血を着せ竜子の記憶を幸せな偽造記憶で上書きし洗脳する。その隙に脱出したサツキは四天王に助けられて、 裸の太陽丸へ迎えられるが、純潔を着た粒子が感情に襲いかかる。サツキは、利害の一致した先決を着て粒子に退治する。サツキと粒子が感情で戦うま、ラーキラが、リバックス社社員と使用人たちをカバーズに飲み込ませ、現象生命線ただしを浮上させて、眉星交談を開始する。サツキと先決は、一頃も一体で戦うが、 純血の着心地に溺れる粒子は正気に戻れという先決の説得を拒絶し、サツキと先決が対話できていない隙をついて圧倒する。介入してきた四天皇も苦戦しつつ、サツキの計画通り粒子を引き軍の前におびき寄せ、粒子を純血から吸い出そうとするが、粒子と純血の生命線ただしは固く縫い合わされていたため、失敗してしまう。マコも説得に現れるが、 先決は張り目からマコを守ろうとしてもつれ合い、マコに切られる。マコごと、先決を叩き切ろうという粒子の純血をさつきが切り裂き、彼女の恋に応じてマコは、先決もろともその隙間へ飛び込み、粒子の精神世界内で、生命線ただしとの結婚式に臨む粒子に、最後の説得を試みる。子は、で二人を切って、 精神世界は血の雨に染まり、マコラは衝撃波とともに純血から排出される。説得が失敗したと北えむ張り目は缶に止めを刺そうとするが、粒子は肩立ちばさみで張り目を串刺しにすると、自力で体に縫い付けられていた純血をむしり取って血まみれになりながらも粉々に引きちぎり復活を果たす。サツキやマコの血を吸った鮮血と合体し、マコや 鮮血のような、わけのわからないものに守られていることを実感した、粒子は張り目を圧倒すると、片立ちばさみの両方を奪って、彼女の両腕を切り落とす。張り目はヘリで救出に現れた王丸霊によって、本能技学園へ送られるが、彼女が連れてきたカバーズは、取り込んでいた学生らを、救急救命救ングで吸い取られて倒され、生命線ただしは、 裁縫部に回収されて、よりの最後の極性服製造の原料となる。サツキと対峙した、竜子はサツキに一発殴らせろと凄むが、盾となって、彼女をかばう四天皇の姿に、自分同様、わけのわからないものに守られていることを悟った上、サツキも、他人を駒にしてきた自分の火を詫びたため、竜子は拳を収める。満貫飾りや特製コロッケのパーティーで一同が、和解した後、 サツキは、ラ・ーキラが、全人類をカバーズに飲み込ませて、生命線ただしで地球を追い、惑星ごと爆発させて、他の星々へ種を拡散させる、天使眉星という生命線、ただしの計画に従っていることを語り、見きすぎに指揮を委ねる。サツキは、粒子と共に、ラ・ーキラと、現所生命線、ただしの阻止に、裸の太陽丸は、 世界中の服をカバーズに変える信号を放つ発信装置の破壊に本能技学園へ向かう。裸の太陽丸を襲ってきた巨大カバーズには再び喧嘩部局制服をまとったマコが立ち向かう。粒子とサツキは原初生命線ただしに追いつくが超高化生命線ただしの葉をフルーラーキラに手も足も出ない。裸の太陽丸では コロッケで体力を回復させながら戦うも増える、カバーズの群れに追い詰められたマコへ、最終形態の極征服をまとった四天王が、火星する。裸の太陽丸を、現初生命線ただしに喰らわせようと目論む、ラーキラは、粒子の胴体を両断して海へ落とすとサツキを、ののしるが、サツキが、おとりとなって、時間を稼ぐ間に、生命線ただしならではの再生を果たしていた、粒子は、 原初生命線、ただしの中枢破壊に向かう。中枢の硬さに苦戦する粒子の背後から追いついてきたマコや復活した各部部長たちが人力タービンを回す裸の太陽丸が突入したことで原初生命線ただしは破壊されて機能を停止する。最終決戦前に揃いの入れる紅茶を飲み、本能技学園を取り戻すために、 グラウンドへ突入した生徒一同の前で、ラ・ーキラはついに完成した究極の死に、カミラ・コーケチをまとう。ラ・ーキラは、カミラ・コーケチに、鳳凰丸を取り込み、生命線ただしを、意のままに従わせる、絶対服従の能力を発動させて、極性服や、真意の力を奪い、海中にあった、子を生命線ただしをグラウンドになだれ込ませる。 しかし人体と生命線ただしが融合した存在の粒子だけが絶対復従の影響を受けず、先決を脱いで戦い続ける。先決も、さつきに言葉が通じたことから、自分も竜子同様に人でも服でもない存在であることを悟って絶対復従を破り、ラーキラに突進して、後決から法王丸を弾き飛ばす。絶対復獣から解放された四天らは、 ミキスギラとの連携攻撃で発信装置を破壊し、粒子とサツキは、肩立ちばさみでラーキラを寸断する。絶体絶命のラーキラは、張り目に体を捨てるよう命令する。張り目は、原初生命線ただしとラーキラに融合し、ラーキラは、ロケット状に変形したカミラ光ケチで、宇宙へ飛び出し、直接通信衛星に口付けして、全世界の服へ。 絶対復従の信号を送る。世界中の人がカバーズに飲み込まれて地球を覆う中、粒子は自分も宇宙に行くと言い,い、生徒全員の極性服や純血を鮮血に吸収させた最終形態、鮮血行為で宇宙へ飛び立ち、眉星とかしつつある地球を見下ろすラーキラに立ち向かう。粒子と鮮血はラーキラの攻撃に身を晒すことで、 宿主の生命の危機で活発化する生命線、ただしの特性を逆手に取り、能力をさらに進化させる。先決は戦いで、傷糸を吸収してきたように、カミラ光景地から絶対復従の能力を吸収し、能力を得た粒子はすべての生命線ただしに、人は人、服は服。飲み込んだ人間を人間に戻せと命じ、眉星は解体してゆく。 地球へ戻るよう促す粒子に、ラ・ーキラはいずれまた別の生命線ただしが、地球に来ると予言して消滅する。先決は、戦いの過負荷で解体し始め、粒子を大気圏に飛び込ませるが、自らは摩擦熱で炎上しながら、粒子に、これからは好きな服を着ろと言い残して燃え尽きる。地球へ落ちてきた粒子を、サツキイカ本能技学園の一度は、全裸で受け止めるのだった。 学園も本能町も姿を消した後、平和に復興した町へ繰り出したマコと竜士とさつきが三人でデートを楽しむ中、竜士が先決によく似たセーラー服を着た子供に目を止めるシーンで物語は幕を閉じる。TV 未放映会である25話の内容。24話本編のラーキラとの戦いの直後のエピソードであり、同話のエピローグとの間を埋めるエピソードである。は、 ラ・アキラだとを果たしたことで今後をどうすればよいかを悩んでいた。龍子とマコは転校先が決まり、本能アザ学園の全生徒の進路、本能町の住民すべての行き先も決まる。役目が終わった本能アザ学園は並行されることとなり、サツや四天皇たちも卒業式を迎えようとしていた。そんな折、突如失われたはずの純潔を身にまとった。 もう一人のサツキ、同じく失われたはずの三つ星曲制服をまとった四、天皇らが現れる。その襲撃は、ラーキラの復讐に燃える法王丸での仕業であった。彼女はかつて恐怖統治を敷いていた頃のサツキや四、天皇を実体化させ、コピーとして作り、真の狙いとして、本能アザ学園に、タイラーかき用に備えられていた秘密兵器、災害防衛機関の発動を企んでいた。 サツキとマコは、生命線、異発動素体として霊にらえられ、その発動に利用されてしまう。粒子と四天皇たちはコピーイラの攻撃に、翻弄されるも、マコの呼びかけで、今の自分に、過去の存在が叶うはずがないと規制を上げ、撃破する。しかし、最粋防衛機関の威力に、粒子は窮地に立たされた。その時、空から宇宙に置き去られていた片立バサミが飛来する。 粒氏は過去を忘れないためにも過去に囚われている者の,の思いを断ち切るため今一度、肩立ちばさみを振るう。先決の思いを確かに感じ取る。粒氏は、ラーキラからの卒業であるとする、卒暁式の意味を叫び、最縫い防衛機関を撃破。時期を起こした霊にナイフを向けられるサツキであったが、繰り出された刃を避けず、共に来ることを悟す。が彼女の器の大きさにほだされて事態は、 収集した。本能アザ学園の人工島は、戦いの余波で崩壊が始まる。生徒、住民が退去する中、竜士とサツキも互いに別れを告げた。サツキは消え去る本能アザ学園への花向けとして、自ら長い黒髪を切り落とし、完全に迷いを払拭する。先決に思いを馳せる、竜士は、真子の、先決はこの胸に、ずっと一緒にいるとの語りかけに、 その通りだと応じ、夕暮れの空を見上げた。生徒会四天皇さつきに絶対的忠誠を誓い、特に強力な力を持つ四人の生徒会役員。全員が三つ星の極征服を与えられている。会務後総選挙の際にことごとく敗れて、極征服を失い、無星に降格となったが、それでもなおさつきからの信頼は味い。三都制圧重ね学旅行にて、 新型の三つ星極制服が支給され、4人の同時変身による4小規矢職を披露した。階層によると弱ズれ、引き群、犬、ムタ、サナゲさんの順で所属した模様。本能アザ学園壊滅後は全員ルーディストビーチに身を寄せカバーズから人々を救うべく奔走しているが、1ヶ月経った時点で、サナゲさんを除く全員の三つ星極制服が大破しており、 さなげさんの極性服も着た関東番長連合の面々を逃がす際に大破している。最終決戦の際はヨーリが用意した最後の極性服曲戦装束をまとい戦う。一人者のフェブリーでの特集記事によると、四天皇の名字は中島和樹の三すく組的な名前にしたいという考えから敵対し合う動物の名前とその名前を含む 実在の地名からネーミングしたという。各部の部長なお、学園の部活動には他にも野球部、水泳部や相撲部、アメフト部などがあるが、野球部や水泳部などは、喧嘩部によって、アメフト部は皆無護総選挙開始直後の混乱で、相撲部は皆無護総選挙の際に退去して押し寄せた、一坪星生徒たちによって倒されている。重ね学旅行では吹奏楽部、美術部、数学部、 映画研究会、相撲部、陸上部投敵部隊、弓道部が登場している。その他の生徒教職員南馬金万高校神神戸高校安倍加茂学園万官職や的や、気流院家小説版によれば、気流院家は、明治以来日本経済の中枢に位置する一家であり、首相の首すらすぎ返させるほどの権力も握っていると、噂され、 気流院家に対する抵抗や調査を行おうとした政治家や警察関係者らは革新に迫る前に排除されてきたという作品の中で最も重要なキーワードになる生命線ただしをはじめとする設定作品の主要の舞台になる本能技学園及びその技術とイベントなどリバックスコーポレーションあるいはリバックス社とは気流院財閥の会社で 世界の90%の国に服を販売して各国で圧倒的なシェアを占め世界のアパレル産業の70%を支配下に収める大企業ロゴマークは四角の中に白抜きであるとラテン十字を組み合わせたもの本社社屋は網目のような表層のドームの頂上に塔を乗せた姿で周りのビル群を圧する巨大さを誇る3年前に 犬ノムタによってシステムをクラックされて一時株価を大暴落させられたが驚異的な操作力ですぐに彼を捕まえている。我々だけが人の現在を知り、服のための服を作っている。服とは世界。天と地と人を包まんとするカバーズの意志という意味深な社税のもとで運営されている。前日の通り、同社製造の服には生命線ただしがわずかながら織り込まれており、 状況によっては着用しているものの意思をコントロールできるようになっている。リバックスの服が着用者に力を与えるという噂は世界的に広がっており、世界の武装勢力の中には戦力強化のためにリバックスの工場を襲って服を奪う者もいるが、ラ・ーキラは自らの力で服を勝ち取ったと思い込んでくれた方が生命線ただしが広がる上で好都合だと意に返さない。 サツキハ早カの学園を次々とカバーズが壊滅させている間、生命線、ただしの入ったリバックス社の服は着用者の脳神経を操り、進行中の制服活動を意識させないようにしている。21話では他社買収により、リバックスとその傘下の市場シェアが世界の100%を占めるに至ったが、社員は生命線、ただしの支配の完成のために全員カバーズに、 取り込まれた。社名は、カバーズをアナグラム変換したものである。ヌーディストビーチとは、反征服ゲリラを後押しし、生命線、ただしの脅威や気流員親子の支配と戦っている、組織。略称は、NB で、シンボルマークは、丸、ま、で囲んだ、ティーバッグの上に印を描いたもの。ミキ過ぎこう流せ、ま一心が関わっており、一心が、 自らの特許で得た資金を投じて創設した。極制服に対抗するための裁縫道具型武器を開発して木長瀬らに支給することで、リバックス社並びに気流ン家による支配を打破するために活動しており、気流ンサイドからは裸の猿とも呼ばれている。真意と粒子については気流ン支配を覆すための切り札と考えているが、粒子からは自分や 戦決を意志を持った存在としてではなく、道具としか捉えていないと反発されている。本部基地は大阪の地下にあり、基地の奥の洞窟には大きなビーチが広がっている。放多財閥の資金援助を受けて活動しており、宝高ネ織、に気流院家に対抗する技術の供与を行っていた。多くの戦闘員は、名前通り上、阪神裸で、 低層体のような装甲を身につけており、二脚砲台を多数所持している。重ね学旅団とサツキの襲来を受けて金をとり押しの救出に向かうが、弱ずれによって本部基地を破壊され、戦力の大半を失った。ただし、見来すぎにより、襲撃前にある程度の戦力と人員はあらかじめ避難させられていた。本能技学園壊滅後は、 四天皇をはじめとしたサツキ配下の学園の学生の一部をメンバーとして加えていたが、救出するにつれて、サツキはもちろんカバーズから救出されたサツキ配下の学園の学生らも所属するようになった。毎回のサブタイトルは、脚本家の中島の趣向で、彼が生じする iTunes からチョイスした昔の流行家の曲名を引用している。その他、日本とほぼ同時に公式に、 ウェブ配信されるストリーミングサイトと対応地域は以下の通り。いずれも現地時間で2013年10月4日から5日の間に第1話の配信を開始し、毎週 MBS での放送から間を置かずに、各国語の字幕付きで配信を実施している。キルラキルラジオのタイトルで、おと泉にて2013年10月15日から2014年4月29日まで。 各週火曜日更新で配信されていた。パーソナリティは、三木杉愛久郎役の三木真一郎と、満館色真子役の須崎彩。同年6月4日からは、キルラキルラジオ改めに開題され、毎月第一水曜更新で9月3日まで4回、配信された。秋月良作画による漫画版が、 ヤングエース2013年11月号から連載中、原作の中島和樹が監修している。2014年2月25日には、ダヴィンチニュースの米国人バイヤーが選んだ、アメリカでブレイクしそうな日本の漫画で第4位となった。ありがとうございます。